平成教育予備校、平成教育予備校、平成教育予備校は2005年1月16日から2006年9月10日までフジテレビ系列で毎週日曜日19時28分19時58分 JST に放送されていた教育クイズバラエティ版である。正式な番組名は2005年放送分は平成教育2005予備校、2006年放送分は 平成教育2006予備校である。1991年より開始され、現在機種特番として放送されている、平成教育委員会の兄弟番組としての位置づけである、平成教育シリーズのレギュラー放送としては7年3ヶ月ぶり。2005年10月16日放送分からは、番組内容をリニューアルし、本校、平成教育委員会への出場権を争う。 スタイルとなった。2006年9月10日、放送文をもって予備校としての放送は終了し、10月15日からは放送枠を1時間に拡大し、熱血。平成教育学院としてリニューアルされた。出題ナレーションは、平成教育委員会に引き続き、平野文。2005年に1月16日から9月18日まで、レギュラー。番組システムのほとんどは、 平成教育委員会と同じだが、この番組独自のものも含まれる。生徒は全部で十二人で、毎週、全教科の授業で成績を競う。ユースケの裁量によって、全員不正解の場合は書き直しになる場合がある。生後判定も、たけしとは違い、やや甘めになっている。が、過去に明らかに漢字を間違えて、正解だったのが不正解になった生徒がいる。セットは、 平成教育委員会とは逆で、向かって、左側に先生と助手の席があり、右側に生徒の席がある。生徒の席にあるネームプレートは、いろいろな色に変化し、正解すると赤く点灯する。また、勉強小僧が着ている、学生服は、平成教育委員会では、青なのに対し、本番組では赤である。平成教育委員会スペシャル、以下。 平成教育委員会 SP と略のトライアルとして位置づけられていた。初期の頃は出場基準が曖昧だったが2005年秋に偏差値が導入されてから成績上位のとだけが出場するようになった。ただし磯野切子だけはあくまで委員会からおめつけ役で予備校に来ているという設定での出演条件のため事実上委員会の永久シード権を得ている。 平成教育委員会や脳内エステ IQ サプリと同様、生徒の名前はくんづけで呼んでいる。たとえ経名にちゃんがついていても君を重ねてつける、例、たまちゃんくん、黒ちゃんくん。2006年6月18日に高島の16年先輩の三宅正春アナが出演した際、高島に君にくんづけで呼ばれたくないなと言っていた。番組開始当初は、 番組枠が30分で SB、ステーションブレイクなしですぐにジャンクスポーツを放送していたが2005年4月24日放送からは番組枠が28分25秒となり SB の後ジャンクスポーツを放送している2005年4月29日から5月8日までお台場、富士テレビ社屋などお台場学園、文化祭の中でお台場 富士テレビ社屋22回フォーラムでお台場平成教育予備校としてパビリオンも開設された。番組開始当初であるこの頃は授業形式をとり1回の放送につき1教科の集中授業だった。正解数の多い生徒が優秀生徒となる。オープニングクイズとして基礎知識、学力を問う基礎学力ドリルが3問出題されていた。最優秀生徒には たけしおとしという、だるまおとしのように7分割された人形が授与され、7つ集めると、海外留学旅行を獲得するというシステムだった。しかし、7段目に関してはズバ抜けた成績を取らない、限り獲得できなかった、過去に木村彩子がリーチの状態で、トップになったにもかかわらず、同じトップだった森本レオに単独正解があったために送られた、ケースがある。また場合によっては、 トップ成績が耐えながらゲスト生徒を優先して優秀賞、竹塩都市獲得となるケースもある。視聴者プレゼントとしては携帯電話を使って回答を送ることができる問題が毎回一問あり、正解者の中から毎回一名にユースケの使っている平成教育特性差し棒が送られていた。またそれとは別に番組の最後には宿題が出題され、 正解者の中から1名に出演者のサイン入り、ゴールデン、竹子人形が送られた。なお、答えは、翌週の放送で発表されるのだが、放送差し替えなどの時に不便だったため、すぐに廃止された。宿題には、算数の問題が多く出題された。2005年4月24日の放送から、複数教科の問題で成績を競う方式となった。2005年6月5日、 放送文から基礎学力ドリルに変わりオープニング1分テストがスタート。ある問題を制限時間1分以内で正解できるか競う。早く正解を出すと他の生徒にプレッシャーを与えることができる。ただし回答権は1回だけとなっている。9月18日放送文でこのテストは終了した。 たけしおとしのシステムや、携帯電話での視聴者参加クイズは2005年9月18日まで、継続されたものの、結局、たけしおとしを7つ集めた生徒は、現れず、海外留学旅行は視聴者プレゼントとして、提供された。2005年5月8日の、平成教育委員会 SP では、笹岡隆、介、劇団一人、平山あや、磯野きり子の4名が、 8月28日の平成教育委員会 SP では劇団一人、平山、矢口まりが予備交渉代表として登場した。2005年10月16日放送分からは平成教育委員会スペシャルへの出場権をかけた予選会となり、正解数、得点による成績発表から平均偏差値による成績発表へ変更となり、 けし落としシステムは廃止となった。具体的には、各問題に、偏差値、日能研監修を設定し、全問終了時の平均偏差値を発表する。これを数週間繰り返し、平均偏差値の総合上位の生徒が、委員会に出席できる権利が与えられる。これに伴う新しいクイズとして、後日のコーナーが行われていたが、 後にオープニングクイズの5問連続勝ち残りテスト以外は少しずつ廃止されていき通常の科目問題となっていった5問連続勝ち残りテストでは唯一小沢和隆だけが全問正解したこの頃から1時間特番が開始され2006年1月にタイトルが平成教育2006予備校を機にハイビジョン制作に切り替わった同時に 平成教育委員会のスペシャルも同年1月3日からハイビジョン制作に切り替わった。2005年11月3日の平成教育委員会 SP では磯野麒子、坂井俊也、糸田淳が2006年1月3日の平成教育委員会 SP では磯野麒子、矢口まり、水道橋博士、ゴルゴ松本が5月7日の 平成教育委員会 SP では、磯野麒子、小沢和隆、堀が予備交渉代表として登場した。2006年5月21日放送分から漢字検定を取り扱ったコーナーが2つ開始された。まず、オープニングに200万人の漢字検定、判別対抗漢字能力検定テストが行われ、3人、1チームで4チームの団体戦で競う。 日本漢字能力検定の3級、準2級2級、準1級1級の3段階から漢字の読み問題が7問、6月4日から10問ずつ出題され、早押しで回答する。不正解の場合は、その問題の回答権を失う。合計正解数が多かったチームには、平成教育オリジナルグッズが贈呈される。また、全問題正解したチームには、 パーフェクト賞として100万円が贈呈される、とユースケは言っていた。なお、この成績は、個人成績にも反映される。全問終了時の平均偏差値を発表するルールは、変わらないが、トップになった生徒は、海外留学をかけた、漢字検定一級の下記問題、海外留学チャレンジに挑戦する。年月日の夏休み、SP、では、磯野 宮川俊治、宇治原式が予備校代表として出場した。2006年9月10日の予備校最終回では、宇治原と海江が万里が偏差値システムになってから発動点トップになったが、海外留学チャレンジは2人とも失敗に終わった。最終回で2006年10月15日より19時から19時58分放送の約1時間番組となることが発表された。 開始早々、2005年2月13日放送分は、編成上の理由としてが休止された。視聴率が10%前後と今一つ振るわないために、手こ入れが建前だが、詳細は出演者である堀江が社長を務める、ライブドア合本放送の株を35%以上を取得して、同社の筆頭株主となり、日本放送が、筆頭株主の富士テレビに、 業務提携を試みるものの富士テレビ側はこれを拒否した。これにより富士テレビ側は堀江を番組から放学させ事実上降板させる措置を取った。2月20日放送分についてはすでに収録済みであったが2月13日放送予定分を含め堀江が出演していたため堀江抜きで直前に収録をやり直した分を放送し2月27日以降に ついては、ホリエヌキで放送されることになった。このため、2月13日放送予定分と、当初2月20日放送予定分として収録された回は、お蔵入りとなった。2月20日放送、直前に取り直しされたもののオープニングでは、水道場所博士が、先生、先週行ったら、授業やってなかったじゃないですか。と質問していた。また、2月27日に、 堀江が降板により、吉田隆義が起用されたがすぐに降板。本番組の書籍が不走者、フジテレビ出版から発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。